はいどうもファンネルです。地球防衛軍6続きをやっていきます。では今回106番目陽動作戦極秘作戦が発令されます。敵の喉元を狙った必殺の計画ですが、奇襲攻撃ゆえに敵に悟られれば終わりですと。ちょっと難しそうだね。まあ私はだから一つのエリアをとりあえず、攻撃するという感じなのかと思っております。じゃあ武装の方はマルチコプター、サイレントコプター、ギガントコプターにアルファ、これ新しく取ったやつかな、まあ、威力高いです。これで、アンカーを潰そうと思っております。で警護カプセル G、 こちらも新しく出ました。あとはニクスバトルキャノン、これでいこうかな。よし、じゃあノーマルでいくよ。さあ倒せるか、倒されるか、ドキドキでございますが、アンカー 3,4 本も刺さってんだろ多分。おう、あるね。いやーあれもいるな、シールドベアラー。参ったね。一緒にやろうぜ。ちょっとアリは隊員に任せちゃおうかな。私は下からベアラーが反応する前に潰してあげる。あ、これ水かもしかして。あ、しまった、水では武器が使えない。守ってる本当に。じゃあこれで一撃でいけないかな。ちょっと待ってね、もう一機いってもらって。よし、あ、一発でいったわ。一発でいっちゃったな。ちょっと待ってね、もう一個うまく誘導したいけどベアラーちゃんが。もう一個どこいる。よし、ビルを破壊ビル破壊しました。あ、ネイカー来た、ネイカー。しまってね、よよ、最後の最後の何つったいの。あ、最後の作戦、了解了解よ。あ、しまった、落ちた。戦力差は歴然だ。後ろに下がりすぎた。絶望的な戦いになるぞ。この行為にはそれだけの意味があります。どんな犠牲を払おうと我々は勝たねばなりません。勝たねばならんと。ネイカーを仕留めたか。よし、アンドロイドもいますね、クモちゃんもいますね。よいしょ、よっ、サイレントコプターを使うタイミングがねえかもしれねえが。こちらプロフェッサー、聞こえているか。聞こえてるよ。世界中で作戦が始まった。無謀ともいえる一斉攻撃だ。相当な被害を覚悟しなければならない。それでもやる価値はあるんだ。頼む、生き延びてくれ。 OK、 生き延びてやりましょう。しまった、高機動型がいる。で、あのアンカーもあるな。これは今ベアラーはどこにいるんだ。ベアラーの内側にあるか、あのアンカー。お、やば、待ってね、熱いかも。お、よし、壊した。そしたらギガントコプターもあっちに1機やって、こっち潰したいんだけどな。よいしょ、ちょっと待ってよ。警護カプセル使いました。私の警護カプセルは強えぞ。で、サイレントコプターぶっぱ、なんかギガントコプター2機いったな。あれ、サイレントコプターが役に立ってなかった。よいしょ、よし、壊した。待って、バトルキャノンが来るんだけど、バトルキャノン今呼んでもシールドベアラーが邪魔しそうでな。よいしょ、あれ、このベアラーはもうやったのかい。違う、待って、これやってねえような気がするな。おうおうおう、ちょっと待って、こっち行って。よし、よし、やっぱあのベアラ生きてたよね。さあバトルキャノン行くぜ。やべ、なんだっけこれ。よいしょ、敵弾兵が来た。マザーもいるな。確かにこれは絶望的。よし、よっ、答えはイエスだ。あっちもいるよ、よっ、外したな。よっ、よし、いい爆発。なんかめちゃくちゃ撃たれてんだけど、誰に撃たれてるんだ。こっちか、撃つぞ。シールド内に入り込まないといけないから、
よっ、撃つよ。やったか、まだだ。来ます、よし、あっちはやった。まだやれないのか、よし、メーカーを破壊してくれ。敵弾兵来る、敵弾兵が来るぞ、よし。いや、バトルキャノンではダメだなこれ。しまってね、よっ。なんかめっちゃ流れ玉みたいに吹っ飛んでったが、上動く、よし、降りますかね。じゃあ降りる前にこいつもやりたい。よし、どうした、急ぎましょう、援護が必要なはずです。誰か来てくれる。バトルキャノン溜まってます、溜まっておりますが、もう進んじゃうよ。みんな進むぞ。ベアラーが、まずベアラー壊すか。あれ、サイレントコプターやっちまえばベアラーやれるかもしれない。しまってね、よっ。一撃でいけるかどうか確認。やった、よし、キング来る。まずはでもアンカーを倒したい。アンカーの方行ったよね、赤アンカーと。何の爆発？よし、やった、これがキングだ。待ってね、キングを先に倒すか。じゃあよし、こっち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 、危ない、よし、まだやれてない。サイレントコプター、やったか、よし。サイレントコプターがうまく当たればいいのだが、外側から撃っちゃうんだよね、どうしてもサイレントコプター。これうまく撃ってくれりゃいいのに。よし、まあ一発でやれんだろあれは。みんな大丈夫、よし、破壊したな。アンカーが起動、アンドロイドが出撃しています。おお、来たね。ちょっと待ってね、回復してやりますよ。まずはどこいる、スーパーアンドロイドです。スーパーも来た、ちょっと待ってよ。巨大アンドロイドが、まずいな。いや、めちゃ来る。じゃあこれ出してギガントコプターをちょっと向かわせます。あ、スーパーアンドロイド来たわ。おお、壊滅しちゃうよ。よし、警護カプセルを使う。偉大、スーパーアンドロイドはどこだい。一応装甲は出したが、頑張ります。わあ、キュクロプス来たわ。キュクロプスは範囲内、マザーもいる。キュクロプス倒しちゃおう。やったか、多分やった。あとはマザー。おーおお、やばいねこれ。了解、ビークル呼べる。待って、ビークル呼んで、よいしょ、頼むよ。私はシナバもろともで、よし、やったな、多分マザー。撃破しました、オッケーオッケー。スーパーアンドロが怖いけど、さあもう一機降りてきます。もう一機降りてくるが、何の音だ、乗りたいんだけど。しまってね、上上上、ナイス、降りるよ。じゃあもう一気に乗っていくか、よいしょ。さあこれで進もう。ベアラはどこにいんだ。あれ、もうビークルたまんの早いですね。回復を取ってあげて、で敵弾兵とかが来てるから早く潜り込んで、よし、潜り込んで、もうこれはしょうがねえな。サイレントではなくギガントコプターをぶっ破して、よいしょよいしょ、 OK。
あっちもね。赤アンカーもどっかあったよね。赤アンカーを潰したいんだけど、ちょっと進みます。ベアラーどこいる？ベアラー、こんな遅い機体ではあれ、ベアラーここいるな。よし、やっちまうよ。やれていない？このベアラーは動かないのか。よし、やりました。やったので、サイレントコプターをこっちにやって、しまってね、ギガントコプターを隙間からぶっ壊せるかな。よし、やった。 OK OK、 勝利勝利。あ、月面攻撃成功したんだ。おお、よくやりましたね。陽動作戦が功を奏しました。敵はこのタイミングでの攻撃を予想していなかったようです。ナンバーイレブンは無防備でした。彼の計画通りというわけか。プロフェッサーね。作戦成功だ。人類はやったぞ。これで構成になればいいが、お、暗転していく。これで3年後が変わる。人類は立て続けに大きな勝利を手にした。だがそれでも戦いは続く。なんだ3年後。これでまた装備貧弱に戻ってたら泣くんだけどEDF。さあ見てみましょう、次のミッションどうなってんのかな。ドキドキだな。わー、装備が変わってる。なんかめっちゃかっこよくなってる。ちょっと待ってね、色変えようか。カラー変更。なんでガチガチオレンジになってんだ。こっちを紫にして、スーツ、お、これでいいかな。それとも逆の方がいいのかな。ちょっと待ってね、白、村、いや違うな、これだとこっちの方がいいな。はい、よし。いやー、なんか装備充実してますね。で次のミッション名、ベース251。あー、変わってる変わってる。どうしようかな。クズどもって今度は多分言われないと思うんだけど、ニックスミサイルガンにして、あと装備はこれでいくか。あ、待ってよ、違う、ギガントじゃなくてマグナムの方が使いやすいんで、マグナムコプター。オッケー、これでいくね。多分プロフェッサーが説明をしてくれると思います。現状の。人類は勝利したみたいな感じで。来た。待ったぞ。心配させないでくれ。行きます。今着いたばかりか。まあいい、時間には間に合った。どういう状態ですか。こっちか。プロフェッサーの家族の行方も気になるね。な、3年あるとさ、あのあと巻き返されててもおかしくないしさ、逆にこっちがもう大攻勢のまま行くっていう可能性もどっちもあるから、わかんねえんだよな。だってかのものだっているはずだからね。何度も繰り返しても好物のチーズバーガーだけは飽きることはないな。お、こんなこと言うってことはやっぱり今状況はかなりいいね。多分チーズバーガーを食べれるってことだもんね。でもこの状態でどこでなんていうんだ、畜産とかやるんだろうギリギリ農業とかは頑張ればできそうだけど。ここだ、来てくれ。周りの隊員はでもあんまりガチガチ装備じゃないな。迷彩服だ。間違いでここに送られた。きっとコンピューターのミスだ。何、どうしたん。生きて会えたな。どれだけホッとしたかわかるか。ずっと最前線か。よく無事でいたな。まあね、
激戦だったと聞いた。戦い抜いたんだな。ついにここまで来た。武器が届いたはずだ。私もできるだけのことはした。これで何度目だ。わからない。8度目ぐらい。タイだ。どうした？元気ないような気がする。集合しろ、クズども。並べ。まだクズというか、さすがに私のこともうわかんじゃねえのかな。あ、位置が良くない。これ殴られるかも。ベース251にようこそ。この基地は今深刻な問題を抱えている。何でしょう。人手不足だ。ここ結局人手不足なの。あれ、でね、あ、かっこいいの来た。あれ、こっちがタイ。総長、勘違いするな。その人は新兵じゃない、英雄だ。英雄。英雄です。作戦開始時刻だ、来てくれ。了解。失礼いたしました。プロフェッサー。分かった、行こう。先進技術研の偉いさんがなんでこんなところにいるんだ。君たちも生きていて何よりだ。はあ？まあいろいろあったんですよ。しかもタイじゃなくて総長だったね、あの人。行くぞ。お、なんか変わったな。行くぞはいいんだけど、何？作戦がどうのこうのっつったからな。いや、いいな、今回の装備かっこいいぜ。てかこいつらも若干紫なんだけど、かぶっちゃうなこれ。おお、こっち。今どうなってんの。いや、かっこいい武器持ってるよねこれ。さあ外出ます。あ、まだか。あれ、こんな長い。あららららこんな長かったかな。よいしょ、みんな来た。さあこっち見てみましょう。あららら、すごい未来都市。おお、英雄歌ってますよ。あ、誰も歌わない。どこに行くの？よし、タンクに続け。タンクどこ？あった。光栄です、英雄と共に戦えるとは。張り切りすぎなよ、敵はかなりの戦力だ。そうなの？音割れも発生しましたが、行っていい？タンクを援護するぞ。すげえ、こんなにさ高いビルを保ってる。私の家族だ。おお、やったぜ。すごい、緊急車両を除くすべて。おお、これで終わりかよ。待って決戦の時か。いやー、これだよ、これを待ってたんだよ。新しい装備っつうのは、まあ私が集めないといけないけど。なんだ、作戦司令本部。いや、めっちゃかっこいい、未来感ありますね、この粋な演出よ。戦術航空作戦、市街地に降下したエイリアンを撃滅します。空軍と連携を円滑にするために作戦エリアを3つに分割、それぞれポイント A、B、C、アルファ、ブラボー、チャーリーとかじゃないんだ。まずポイント A に向かってください。状況に合わせ各ポイントに航空攻撃を行います。全然違うね、このミッションの説明も。まあ、武器はいいでしょう、このままで。やることは変わんねえんだけど、まあ、味方がというかね、充実してるっていうのは嬉しい限りでございます。ただ敵もやべえの連れてくんじゃない？ドロップ失敗だ。エイリアンが来るぞ。てか音が負ける気がしないんだが。上にいますね、カエル。付近は敵の降下兵によって占領されている。一撃必殺。エイリアンを排除。マグナムコプター。ドド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 。エイリアンに集中攻撃。ごめん、もう街破壊しちゃうかもしんないけど許してね。英雄だから。弱っ。
敵弱。あの上のカエルやるわ。おお、痛い痛いんだけど。今絶対味方の射撃だろ。ポイント B の広場まで後退する。一気に400ぐらい持ってかれたんだけど。ちょっと回復アイテムありますからね。ポイント B に集結、体勢を整えろ。ごめん、ポイント B どこよ。回復取ります。ちゃんとマップ見てなかったんだけど、 B はどっちだ、こっちかこっちか。まあどっちでもいいわな。なんかコニョ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 言ってんな。航空戦力上に待ってんのか。なんか赤いじゃねえ、緑色のアイコンが上にいるんだけど、ゴニョゴニョ言ってる、ゴニョゴニョ。まず上のやっちゃうわ。あれで、マグナムコプター、ドド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 ド、ファンネルミサイル。あれはやれていないのか。よいしょ、おお、撃ってくる撃ってくる、痛い。サイレントコプターでやれなかった。おお、強い強い、マジでやばいねこれ。今回ダダダダダン、やります。なんか地味に変なダメージくれてる。なんなのこれ、音うるさ音うるさ。マグナムコプター、ちょっとこれでも気抜くとやられんな。相手もなんか威力高くね。サイレントコプター、どうしたどうした。うわーはいいんだけど、味方のやられる音がする。いけ、よし、回復が出た、取ってくる。やばいやばい、いろいろ血が噴き出します。でどこだ、タコ野郎、色違いのタコ野郎がいる。サイレントコプター、マグナムコプター、ドド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 、すげえ素通りされたんだけど。ちょっと警護カプセル使っちゃおう。んー、サイレントコプター、マグナムコプター、よし、やったな。すごいな本当に。味方が思いのほか弱いんだけど、これ大丈夫なのかな。踊れ踊れ、よしやりました。じゃあ進みましょうか。あれでも後ろに声がするな、あそこにいるのか。お前らでやれるよな、それぐらいやってくれよ。やれてないんだが、しまってね。 OK、 ニックスミサイルガンが出せますが。了解。私の警護カプセルがめちゃくちゃ撃ってしまっているが、サイレントコプターをヘッドショットしますか。あれ、サイレントコプター行ったと思ったんだけど、待ってね。コンバットフレームを援護するぞ。どこいる、コンバットフレーム。ミサイルガン出します。当たったっぽい。よいしょ、この距離はお前らは届かねえだろう。お、射撃が、あのミサイルの音のようなものが聞こえる。撃て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 、よし、サイレントコプターをぶっ破して、さあやりますよ。ドド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 ド、空爆開始してくれ。ミサイル撃つぜ。痛い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 、まずこいつらをやる。弱いな本当に。
よし、サイレントコプターをあいつに放って、痛い、よし、お、赤ガエルか、これやったか、ミサイルガン、聞いてくれ、どうしたん、世界中でプライマーに関する研究が行われている、ほうほうほう、送られてきたデータの中に興味深いものを見つけた、何でしょう、チームライン、戦闘中の部隊を援護しろ、プロフェッサーの言葉が気になる、調査した結果、部分的に地球の生物と一致することが分かった、部分的に、つまり怪物は地球の生き物ということになる、ほう、おそらく怪物は遥か未来の地球から来た、遥か未来の、え、ってことは、もし怪物が地球の生物だとすると、進化には10万年もの時間が必要なはず、10万年、仮説に過ぎないが、10万年後の未来には人類文明は存続していない、地球は怪物の星となっている、なんか人間が間違った進化しちゃったってことはない？人類はとっくに滅び去り、おそらくは環境汚染や核戦争が原因だろう、そして汚染された環境の中でいくつかの種が生き延びた、進化と淘汰を繰り返し最後に怪物が勝ち残ったんだ、奴らは強く、早く、繁殖力に優れ、そして汚染を浄化する力さえ持っていた、この仮説はあまりに衝撃的だ、プライマーが攻めてこなくとも人類は10万年以内に滅ぶ、まあ、10万年ありゃって思うところもあるけど、あー来るの第2 以上の勢力だ、まだこんな力を残していたか、あ、終わる、あ、終わんないよね、集結、敵を迎え撃つぞ、 D がどこだよあ、終わったわ、いや、なかなか面白いんじゃないですか、この展開もね、もうみんな元気だねはいはいはい、この取得画面もなんかかっこよくなってる気がする。ではちょっと次のミッション確認して、エイリアンアタック、敵軍が進行を開始、作戦エリアに迎え撃ちます、何、敵軍後方に進撃戦を確認、さらなる兵力を降下させるつもりですと、はい、というわけで、じゃあすいません、今回は以上にしましょう、次回こちらやってきますのでよろしくお願いします、では皆様ご視聴ありがとうございました、またね。